中華料理と中国料理。ふと疑問に思いました。中華料理と中国料理の違いです。人に聞いたり自分で調べたり、その結果簡単に言うと以下のようになるかと思います。中華料理というのは日本人が親しみやすいようにアレンジされた中国料理の総称です。焼き餃子、天津飯、ラーメンなどは日本で作られた料理で中華料理に含まれます。中国料理は中国で食べられている本格的な料理の総称です。四川料理、広東料理など地域ごとの特徴を持った料理がたくさんあります。もう少し詳しく説明すると、中華料理の特徴については、日本人の味覚に合うように味付けが調整されています。麺料理や炒め物が多く、一品料理で提供されることが多いです。日本独自のメニューも多く、中国では見られない料理もたくさんあります。一方、中国料理の特徴は各地域の食材や調味料を使い、多様な味付けが特徴です。数種類の料理を組み合わせてバランスの取れた食事を楽しみます。家庭料理から高級料理まで幅広い料理が存在します。なぜ違いが生まれるのか考えてみましょう。一つには歴史的な背景があります。中華料理は中国料理が日本に伝わり、日本人の好みに合わせて変化してきたものです。文化的な背景においては、日本と中国では食文化や生活習慣が異なるため、料理の味やスタイルも異なってきました。どちらが正しいというわけではなく、呼び方によって意味合いが異なります。中華料理については、日本での一般的な呼び方で気軽に楽しめる中国風の料理を指すことが多いです。中国料理については、本格的な中国料理を味わいたい場合に用いられることが多いです。違いが分かりにくかったかもしれませんが、中華料理と中国料理はどちらも中国の料理を指しますが、その意味合いは異なります。どちらを選ぶかはあなたの好みやお店のメニューによって決めると良いかと思います。